はい、どうもみさん、こんにちは。いずこです。それでは今回なんですけども、LINE 証券の銀行出金手数料が無料に、Visa LINE Pay クレジットカードで貯まった LINE ポイントを無料で現金化できます。実際に LINE ポイントを現金にする方法も解説ということで、今回は LINE 証券、そして LINE ポイントについてですね、この動画では LINE 証券の銀行への出金手数料が無料になったことによって、無料でですね、LINE ポイントが現金化できるようになりましたよ、ということについてお伝えします。もし溜まった LINE ポイントの消化に困っている方がいらっしゃればですね、 ぜひ参考にしていただければなと思いますそれではいってみましょうまそもそもなんですけどもこれまでラインポイントを現金化するまでにどういった感じに現金化ができてたかっていうのをおさらいすると まずこのラインポイントがあったとします。そこからですね、今回のこのライン証券を使って、例えばラインペイ残高に出金をかけると。そしてこのラインペイ残高から銀行口座へ送金をするときに、ここでですね、手数料が176円かかったんですよね。それで現金化ができる。これが一パターン目。で、もう一パターンありまして、このラインポイントを使ってまたライン証券を使うと。で、そこから銀行口座に出金をかける際に、手数料が220円かかってたんですよね。で、それで、ま、あ現金化ができてたと。なのでライン かから送金をするか直接 LINE 証券を使って銀行に出金するかっていう2通りでねとりあえず LINE ポイントの現金化はできていたんですけども。 ま、今回の発表によって11月1日よりですね、この部分の出勤手数料の部分がなんとですね、手数料無料で手続きができるようになったということが発表されました。確かね、これ朝の LINE の通知とかで来てて、僕も一瞬、うん、すごくねって思ったんですけども、結構すごいんですよね、これ。なので、このことから今回のお題でもある LINE ポイントが無料で現金にできるということでございます。いや、これはめちゃくちゃ嬉しいですね。まあ、ここ最近僕自身はもう LINE ポイント PayPay ボーナスに流すことが多いんですけども、やっぱりね、 今現金で欲しいという方がいらっしゃると思うのでこれこれで結構嬉しいニュースなのかなという風に思いますまあ、実際にね発表されたページがここなんですけども LINE 証券から銀行への出金手数料が0円ということで11月の1日より LINE 証券から銀行への出金手数料が無料になりますということでございます ま、先ほどお伝えしたように、l i n e イに関したら LINE 証券から手数料無料で LINEPay に入れることができると。ですけども、こっからまた出勤する際には、ま、手数料がかかると。で、今回新たに発表された LINE 証券から直接銀行口座に出勤できる。 この部分が、まあ、手数料無料で行うことができるんで、いやー嬉しいですね。でですね、ちょっと見てほしいのがここなんですけども、出金銀行口座への振り込みということで、あらかじめ口座名義人様本人の金融機関口座をご指定いただく必要がありますと、これ後ほど僕解説するんで参考にしてください。で、ここですね、10月29日の15時以降の出金指示、各 11月2日、お客様ご指定の金融機関口座への着金分から適用となります。ということですので、とりあえずね。11月1日ということではあるんですけども、おそらくこの動画を見ていただいているのは、この10月29日15時以降に該当すると思いますんで、今からもう出勤をかけてもおそらく手数料は無料でできると思います。ちなみに僕も実践したんですけども、手数料無料で手続きができました。まあ、早い話、どんな風に出勤手数料が無料になるのかっていうの実際の画面を見ながらですね。見ていただきたいと思います。今 今回ですね、僕が手続きを行ったのは、10月29日の16時13分以降になるので、先ほどの時間が過ぎてるんで、先ほどね、15時以降であれば、手数料無料で行えるということでしたので、ちょっとね、それ以降の時間を狙って、今から手続きを行いたいと思います。まず見ていただきたいのは、ここの LINE ポイント、僕、ほとんどね、PayPay ペペボーナス運用に回してはいるんですけども、今現在、2712ポイントを持っています。これ覚えておいてください。で、そこからですね、今回手続きをする際には、ここの LINE 証券のところですね、証券という、 メニューがあるので、これをタップすると、ライン証券の画面が出てきます。 僕はね、すでに LINE 証券の講座を解説しているので、この画面が出てくるんですけども、まだ解説されてない方はですね、先に解説を行ってください。で、まずは、LINE ポイントを、この LINE 証券に入金する必要があるので、この入金するっていうところをですね、タップすると、こういったメニューが出てきます。で、今回はこの l i n e p y から入金という項目があるので、ここをタップします。そしたらですね、この l i n e p y から入金という風に出てはいるんですけども、この入金金額のところで、今回試しにですね、1000ポイント分入金 したいと思いますので、とりあえずここで1000円という風に入力をします。で、入力ができたら一番下の入金するをタップすると、ここでですね、どんな風に入金しますかっていう風に選ぶ項目が出てきます。LINE ポイントをここで使うのか、普通の LINE インペ残高を使うのか、銀行口座を使うのかっていう風に選ぶことができるんですけども、今回はですね、LINE ポイントを使いますので、ここのご利用ポイントのところで今0ポイントになっているところを1000ポイントという風に変えます。まあ1000ポイントではあるんですけども、 ライン証券では1000円に該当するんでこの1000ポイントという風に僕の場合入れたらそのままですね0円を支払うという風にタップをするとご覧のようにですね商品価格1000円がご利用ポイントマイナス1000ポイントになってるんでお支払い合計が0円という風になってると思いますでこれでね決済という風にタップをするともうすぐね LINE 証券側にこの1000円分が入金されたということでございますここまでがまずは LINE ポイントから LINE 証券に入金するまでの流れです続きましてこの 入金した1000円をですね、出金かける方法なんですけども、右下のメニューがあるので、メニューをタップすると、いろんなメニュー画面が出てきます。そこにですね、この出金という項目がありますんで、出金をタップします。そしたらですね、ちょっとここを気をつけてほしいのは、一番上にですね、今現在は LINE 定残高に出金という風に出てます。 こうしてしまうと、l i n e イに出勤をかけてしまうので、そうしないために、ここの部分をタップすると、こんな風に選ぶことができます。その際にですね、この銀行口座に出勤という項目があるんで、これをタップすると、まだですね、僕自身、出勤の口座登録を行ってなかったんで、ここで、まだ登録されてない方はですね、出勤したい口座の銀行とか支店名とかを、まあ、それぞれ入力していってください。で、うまくね、入力ができますと、一番下に登録という項目があるので、ここをタップします。そうすると、 口座登録が完了しました。あと出てきますんで、これで OK をタップしてください。そしたらですね、改めて出勤の画面が出てきますんで、しっかりと銀行口座に出勤という風になっているかどうか見ていただいて、で、出勤額のところで、今回ね、入勤した1000円分を出勤かけたいと思います。で、見てほしいのはここなんですよね。出勤後残高が0円になるのはもちろんなんですけども、 手数料税込みゼロ円という風になっていると思います。まあ、先ほどねお伝えした10月29日の15時以降の出勤指示から適用となるということでございますんで、そのことから手数料が0円という風に表示がされているということでございます。んやっぱこの出勤手数料無料ってやっぱ嬉しいですね。で間違いなければですねこのまま出勤するをタップすると出勤してもよろしいですかということでしっかりと手数料がゼロ円になっていること、そしてご自身の出勤額に間違いがないことで出勤予定日に関しては僕の場合は11月の2日ということで。 で、出勤を確定するをタップすると、出勤手続きが完了しましたということですね。めっちゃ簡単ですよね。で、一番下の OK をタップすると、先ほどまであった1000円が0円になってるということでございます。で、先ほどまで持ってた LINE ポイント2712ポイントが1712ポイントになってるということですね。この手続き自体は本当に、まあ、ちょっと撮影をしてるので、少し時間はかかってはいるんですけども、ものの5分ぐらいでもできる感じですね。なので今やった手続きっていうのが手数料無料で、この LINE ポイント1000ポイントが1000 になったということでございます。まあ今はね、ビザラインペイクレジットカードの2%還元が本当にね還元率が高いクレジットカードの一つとして利用されている方もかなりいらっしゃると思うんですけども、それに加えて今ではビザラインペイプリペイドカードも1%還元のキャンペーン中ですんで、かなりねラインポイント貯めれる方も多くなってきている傾向ではあるのかなと思います。で、その貯まったラインポイント、を今回のライン証券から無料でまあ現金化することでもいいんですけども、まあ、それに加えてペイペイボーナスに交換してペイペイボーナス運用で回されてる方もいらっしゃると思います ま、どれが正解かっていう風にはないんですけども、やっぱり現金がいいっていう方がいらっしゃればね、今みたいな方法で現金にしてみてください。で、もしですね、また LINE 証券の解説、まだの方いらっしゃったらですね、今現在キャンペーンも開催されておりまして、それがこちらの友達招待プログラムということで、このページからのエントリー、そして講座解説でもらえるということで、まあ、簡単に言うと僕の招待リンクを使って講座を解説されると、この LINE ポイント最大500ポイント、プラス株の購入代金として、最大約3000相当がもらえるということでございます。 流れとしたら至ってシンプルで、ステップ1、キャンペーンにエントリーをしてこのページから講座解説を申し込むと。で、その後にステップ2、講座解説完了で LINE ポイントが200ポイント。で、クイズに答えて最大3000相当がゲットできるということでございます。まあ、クイズ自体は簡単なクイズに2問答えるだけ、1問正解したら2株、2問正解したら3株分の株の購入代金がもらえると。で、ステップ3、LINE から通知されたアンケートに回答すると、さらに LINE ポイントが300ポイントがプレゼントされると。で、トータルで合計 することによってラインポイントが最大500ポイントと株の購入代金の最大約3000相当ということになります。 一応手続き自体は概要欄のリンクから入っていただいてエントリーして講座解説申し込みから入っていただければ大丈夫なんですけども一応ね先にお伝えしておくと僕のリンクを使って登録していただくとまあ僕にね LINE ポイントが500ポイント入るということでございますんでもちろんね使っていただくとめちゃくちゃテンションが上がるんですがゆずひこのリンクはちょっと使いたくないっていう方はね普通に LINE アプリから LINE 証券の講座を解説していただいても結構です けど、それはちょっとね、寂しいんですけどね。というわけではですね、今日動画内でお伝えしたことを簡単にまとめると、11月の1日より、LINE 証券から銀行口座への出勤手数料が無料になりましたよということと、LINE ポイントの現金化する方法。あとは、LINE 証券のエントリープラス口座解説。そうすることによって、LINE ポイントが500ポイント、プラス株の購入代金最大約3000相当がもらえると。っていう大きくこの3つについてお伝えしました。まあ、そんなこんなで今回は、LINE 証券から銀行への出勤手数料がゼロになりましたよってことについて簡単で ありまししたたけどもお伝えさせていただきました、まあ、ここ最近の傾向はね、先ほどもお伝えしたように、LINE ポイントを PayPay ペペボーナス運用で回されてる方っていうのは多くなってる傾向では勝手に思ってはいるんですけども、やっぱりね、なんちゃかんちゃ現金が必要であるっていうこともあったりするかなと思うんですよ。で、しかも捉え方によっては、ビザラ i ンペイクレジットカードの2%のポイントが実質現金化できるカードみたいな感じでも捉えることができたりするんで、まあ、それはそれでね、めちゃくちゃ便利な現金化できるルートの一つになってくるんじゃないかなと思います。まあ、ぜひですね、普段から LINE ポイント貯めてる方はですね自分は現金化しますとかペーペーボーナス運用に回すとかまあ、こういった方法に使えますよっていう何か思うことあればぜひコメントいただけると嬉しいですそして先ほどお伝えした LINE 証券の口座開設まだの方いらっしゃいましたら一応僕のリンクでよければ概要欄にリンク貼っておきますんでこちらもね気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思いますということで本日は動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました